食べても痩せる食材を業務スーパーで選んできました。今回は低糖質シリーズ3つお伝えしていきますね。まず1つ目です。こちらおからパウダーです。このおからパウダーですね、こちら原材料見てみましょう。もう大豆のみです。でこのおからパウダーというのはその豆乳を絞った後に残るそのおからをそのままその乾燥させて作ったパウダーなんですね。なのでとにかく低カロリー低糖質なんです。でまた腹持ちが良いですから、もうダイエット食にも欠かせない、おからパウダーなんですね。でまた糖質が小麦粉の8分の1で済みます。なので例えばあなたがお菓子作るときですね、その小麦って糖質多いですよね。で太りますし、何よりもグルテンという成分があなたの腸内でアレルギー反応を起こしやすくてですね、要はこう腸がこう炎症してしまう、食べ物なんですよね。なのでお菓子作りの時ですとか、そういう時はその小麦粉の代わりにこのおからパウダーを使うことでお菓子作りも安心してできますし、また低カロリー低糖質ですから、もうとにかくダイエット向きに作ることができるのでおすすめなんです。でまた食物繊維がなんと小麦粉の17倍も入ってますから、お腹の中腸内環境が整って、結果その痩せ菌と呼ばれるその善玉菌がですね、心地よく腸内で住み着いてくれる状態にしてくれますから、このおからパウダーぜひ作って扱っていろんなものを作ってみてくださいね。でこちらはですね、いろんなの料理に使えるんですよ。でおからパウダーってどんな風に使うのかなと思いませんか。でこちら裏面を見てみますとすごいんですよ。ポテトサラダに、味噌汁に、カレーライスに、肉じゃがに、おひたしに、シチューに、野菜炒めに、トーストにってね、これいつもの食事に振りかけるだけって書いてあるんですよ。すごいですよね。簡単ですよね。こういった普段のお食事にちょっとちょい足しでかけるだけで、あなたはその腹持ちが良くなって糖質もカットができて、で、低カロリー低糖質、素晴らしいこのダイエット食、おからパウダーぜひ使ってみてくださいね。でまたボリュームアップということで、そのホットケーキであったりお好み焼き、あとうの花とかね、おからですよね、もう作る時にもう本当にふっくらボリュームということで、これを足すだけでそのダイエット向けの食事に早変わりしますから、ぜひ作ってみてくださいね。で今後も私このおからパウダーを使った美味しいダイエットレシピ、あなたにご紹介していきたいなと思っておりますので、またお楽しみにされてくださいね。以上がこのおからパウダーおすすめの一品でした。では2つ目です。あ、ちょっとお値段も言っておきましょうね。こちらですね、私業務スーパーの別府店で買ってきたんですけれども、出店が販売者が里の雪食品さんで、これが税別で148円でした。内容量は 80g ですね。結構入ってますから、いろんなものに使い回しできると思います。では2つ目いきましょう。こちら大豆粉です。こちらは大豆ラボのですね、マルコメさんから出ている大豆粉なんですけれども、こちらはですね、こちらに書いておりますが、グルテンフリーですよね。小麦粉ではありませんから、先ほどお伝えしたその腸内環境を荒らすグルテンは入っていません。しかもここ糖質約 73% オフ、小麦粉ひって書いてあります。でまた食物繊維がたっぷり 13.7g 100g あたりということで、糖質が気になるお菓子作りやパン作りなどに代用できる大豆粉なんですね。もうこれも強い味方ですよね。やはりケーキであったりパンであったり、こう食べたいなって思う時にやっぱり小麦って太ります。太る。なぜかというと糖質がもうとにかく高いっていうのと、あなたの血糖値を急激に上げる食材なので、そんなに食べなくてもですね、その急激に上がってしまうことで、あなたのお体の中でその脂肪を溜め込みやすくしてしまうんですよね。もうすぐに溜め込むわけです。逆にその小麦粉ではないような、玄米とかですね、ああいったこう低 GI 値食品ですと緩やかに血糖値を上昇してくれるので、多少食べてもその脂肪をそもそも溜め込む
ことにはならないという、ここがポイントなんですね。なのでやはり低糖質っていうのはダイエットには欠かせないですし、特にその腸内環境を悪くするようなこのグルテンが入っているとなおさらです。なので、まあ、完全カットというよりはそういった小麦粉を使うそのお料理の代わりに、先ほどのおからパウダーであったり、こうやって大豆粉をこう置き換えですよね、置き換えをすることで、あなたは美味しく食べながら、しかも綺麗に健康的に痩せることができる。なぜかというと、まあ、大豆パワーであなたの腸内環境が整うからなんですよね。主にこの食物繊維です。そしてとおさらいです。で、大豆粉は先ほどのおからパウダーと違って大豆そのものをまあ粉にしてますから、おからパウダーよりはタンパク質やビタミンが豊富なんですね。でまたイソフラボンも豊富なので、まあ栄養価が高い粉です。でまた糖質はおからパウダーと比べたらちょっと増すんですけども、それでも糖質が小麦粉の4分の1ですし、あと食物繊維は小麦粉の5倍入ってますから、こちらもおすすめなんですね。でこちらはとにかく小麦粉の代わりとしてどんどんお菓子作りに使えますから、裏見てもですね、美味しい大豆粉レシピということで、ホワイトソースとかクレープなどにも代用して使えたり、天ぷら粉に混ぜて使えたり、あと大豆粉のベイクドチーズケーキであったり、大豆粉のパンケーキ、大豆粉のお好み焼きということで、すごくヘルシーに作れますから、こちら、マルコメさんから出ている大豆ラボの大豆粉、ぜひあなたの日頃のお料理またはお菓子作りに大活躍すると思いますので、ぜひ使ってみてくださいね。私もこの大豆粉を使ったいろんなアレンジ料理、今後あなたにもレシピシェアしていきたいなと思います。さあでは次です。ローストアマニツブです。これ日本産から出ているものなんです。でアマニ油ってオイルご存知ですか？アマニ油は腸内環境を整える、まあ、痩せオイルと言われているオイルなんですよね。それはオメガ3脂肪酸といって、今回このアマニ油が入っているのはそのリノレン酸が入ってるんですよ。でこちらが入っていることで結局その腸内環境も整いますし、まあ、栄養バランスも整ってあなたも痩せ体質になることができるわけなんですね。でまたこれがですね、すごいのは、まあ、要はアマニ油のまあ原料ですよね。アマニの粒、ごまみたいな感じなんですよ。見えますでしょ、ちょっと見にくいかな。ほんとごまとしてまあ使う形でいいと思うんですよね。でこちらはあと水溶性と不溶性両方の種類の食物繊維がこうバランスよく入っておりますし、でまたアマニリグナンといってその先ほどの大豆イソフラボンと似たような成分も持ち合わせてますから、もうとにかくダイエット向き食品なんですね。でこれを何に使うというと、実はこのままふりかけて食べればいいんですよ。ふりかけみたいにしてめちゃくちゃ簡単なんですよね。ふりかけて食べるだけで痩せるというこのアマニ粒発見してしまって、私も嬉しくてもう皆様にすぐシェアしようと思って今日お持ちしたんですけれども、でこれは日本アマニ協会認定商品ということで、すごい立派なマークついてます。ぜひこちら使ってみてくださいね。でこれは私今回選んだのはおからパウダーにしても大豆粉にしてもローストアマニ粒にしても日頃のお菓子作りに代用できると思ったんです。例えばそのパウンドケーキであったりとか、まあ、ホットケーキとかで時にこういった小麦粉の代わりにぜひ使っていただいて、で特にこのアマニ油の原料のアマニ粒なんかここにもね載ってるんで、パン作りの上にこうまぶしてあるんですよね。ごまみたいな感じですごく美味しそうなんですよ。ということはこの大豆粉で作ったパンにこのローストアマニ粒をトッピングすればいかがですか？痩せるパンの出来上がりなんです。これはねやっぱ大事ですよね。ダイエット中でもやはり美味しく食べて痩せたいじゃないですか。でプラスそのダイエットするためには栄養バランスがすごく大事なんですよね。なので今ご紹介した材料を上手に使って、あなたはあなたの腸内環境を整う、結果痩せ菌と呼ばれるその善玉菌を増やして元気にして、いつまでもあなたの腸にこういてくださいねっていう状態を作って差し上げると、あなたは自然と痩せ体質になることができるんです。そして私言い忘れたことを思い出しました。量、お値段ですねすいません、大豆粉です。大豆粉のこのお値段がですね、マルコメ大豆ラボさん、そうすればレシート見ますね。これが 200g 入っていて
238円、税別でした。そしてこのローストアマニ粒はですね 40g 入っていて、ニップンさんから出てる税別で298円です。いいですよね。そんなにすごく高い食材ではないのに、しかも健康で腸内環境を整えてくれて結果痩せることができるという、この3つご紹介しました。いかがだったでしょうか。今後私もこの材料を使ったレシピ、ご準備しておりますので、どんどんあなたにシェアしていきたいと思っております。あなたもこんなレシピ先生美味しいですよっておすすめがありましたら、ぜひぜひコメント欄にどんどんレシピ教えてください。あなたのレシピも多くの方々にシェアして差し上げたいなと思います。さあ、いかがだったでしょうか。このチャンネルではこのように様々な腸活法、健康法、ダイエット法をお伝えしています。そのことであなたが長期的にですね、健康的で綺麗に痩せるを応援しております。ぜひ高評価ボタンやチャンネル登録していただきまして、どんどんご参加くださいね。で、またこういった私のお話の中でご質問がある方、またダイエットに悩んでいる方は詳細欄に LINE のリンク貼っております。そちらからご登録後直接ご相談くださいね。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。